皆さんこんにちは。小学校3年生算数科式と計算の学習の2回目となります。できるかな。問題です。先生と一緒に読みましょう。マキさんは1本40円の鉛筆を5本と50円のキャップを5個買いました。代金は合わせて何円ですか、という問題です。日向さんは40+50=90、90×5=450と計算したそうです。大地さんは40×5=200、50×5=250、200+250=450と計算したそうです。考えは違いますけれども、答えは同じなんですね。それぞれの式は、日向さんが2つ、大地さんは3つあります。これを今日は1つの式に書くことを考えてみましょう。もう皆さん分かっていると思いますが、日向さんは40+50、鉛筆とキャップを1セットにして考えています。1組にしてその5つ分ということを考えていますね。これ前の時に学習したと思います。で、大地さんはそれぞれ鉛筆の代金40円の5つ分、50円の5つ分ということで、それぞれの代金を計算して、鉛筆の代金とキャップの代金を合わせて考えています。で、今日はそれを丸括弧括弧を使って一つの式に変えて考えようというようなことを先生と一緒に学習したいと思います。では、まず皆さんも今ノートを広げてますか？ノートを広げて、皆さんも絵を描いたり図を描いたりして考えてみてください。できましたか？先生と確認していきましょう。まず鉛筆5本とキャップ5個を別々の代金として考える大地さんの方法から確認したいと思います。40円の5つ分で200円、これが鉛筆代です。それから50円の5つ分で250円、これがキャップ代です。合わせて何円ということで聞かれてますので、それぞれの代金を足しました。200+250=400、代450円となりました。一つの式にしてみることが今日の目当てだったと思います。皆さんはできていますか？これを一つの式にするとどうなるでしょうか。今は1、2、3と3つの式があります。この200とこの250はどの計算から出てきたかな、そういったことを考えてこうなります。まず200というのは 40×5 鉛筆の代金のことです。で、括弧の中にその 40×5 を入れました。それから、この250というのはキャップ代のことです。 50×5 を括弧の中に入れました。
そうすると200プラス250、こちらの式をご覧ください。で450、この中にそれぞれの式を250の中に50かける5を入れ込んでいます。こうなります。では日向さんの考え方を一緒に確認しましょう。日向さんの考え方は、鉛筆の代金とキャップの代金を一組にして考える考え方でしたね。これが2つ分、3つ分、4つ分、5つ分となります。40+50 のことですね。40円の鉛筆と50円のキャップ。40+50 は90。それが1、2、3、4、5、5つ分ですので、90×5 で450。答え450円となります。一つの式にしましょう。日向さんの考え方を一つの式にすると、90っていうのは 40+50 から来ましたので、そこに埋め込んで、括弧の中に 40+50 で埋め込んで、 40+50 かける5は450、括弧 40+50 かける5は450となります。で、ここで先ほどの大地さんの考え方の式と日向さんの考え方の式をご覧ください。一つの式にしますとこういうふうになります。大地さんは括弧 40×5 を足す、括弧 50×5 は450、日向さんは括弧 40+50×5 は450となりました。こちらも同じですね。ですので、どちらの答えも同じになりますので、どちらの式の答えも答えは同じなので、日向さん、大地さんの式と日向さんの式は和で結ぶことができます。この式に注目してください。和で日向大地さんの考え方と日向さんの考え方をこのようにつないでいます。答えは同じだからね。できるかなです。キャップ5個の代金と鉛筆5本の代金の違いは何円ですか。一つの式に書いてまとめましょうとあります。違いと聞かれたら皆さんは何算を思い浮かべますか。そうですね、引き算ですね。まずは皆さんノートを広げていると思うので、絵や図を書いて式を考えてみてください。少し考えることができましたでしょうか。先生と一緒に確認をしませんか。日向さんは一組にして考えるんでしたよね。日向さんの考え方は、まずは鉛筆キャップと鉛筆の代金の違い、そうですね、引き算をして、その5つ分というような式になっています。で、それを一つの式にするのが今日の目当てでしたので、一つの式にすると、この 10×5 は50に注目して、この10はどこから出てきたのかなっていうふうに、どの計算からこの10が出てきたかなっていうふうに考えると、50-40ですよね。なので、括弧 50-40、 ここの10の部分に 50-40 を当てはめてます。かける5は50となりました。では大地さんはキャップ5個と鉛筆5本の
の代金の違いをそれぞれですね、あの代金を計算してキャップ5個の代金と鉛筆5本の代金を計算してそれを引いています。ではこれをまた今日のですね、目当ては一つの式に書いて考えてみましょう。これを一つの式にするとどうなりますか。皆さん一度動画を止めて考えてみてください。できましたでしょうか。この250はどの計算から出てきたかな、この200はどの計算から出てきたかなっていうふうに考えるといいかもしれませんね。なので、どういうことかというと、この250は 50×5 からこの250という答えが出てきましたので、8個 50×5 というふうに250のところに当てはめます。引く5は同じです。200、これはどこから、どの計算から来ましたか。そうですね、 40×5 から来ましたので、それを当てはめて括弧 40×5 となりまして、それを計算すると50となります。日向さんの考え方でも大地さんの考え方でも同じになりますよね。どちらの式も答えは同じということで、先生と一緒に読みましょう。括弧50-40×5 は50×5-40×5 となります。では今日のまとめとなります。一緒に読みましょう。まとめて計算する式と別々に計算する式は答えが同じなので、和でつないで表すことができる。皆さんしっかり復習をして、式と計算の学習の振り返りをしていってほしいと思います。よく頑張りました。